マティルデ・フォン・ザクセンは、ドイツ・ザクセン王国の王族。最後のザクセン王、フリードリヒ・アウグスト三世の姉。全名は、マティルデ・マリー・アウグステ・ヴィクトリエ、レオポルディ・ネ・カロリン・エル・イーゼ・フランチスカ・ヨーゼファ。ザクセン王・ゲオルクとその日で、ポルトガル女王マリア二世の娘である、マリア・アーナの間の、第三子、三女として生まれた。娘時代のマティルデは物静かで思いやり深い。 王女だったが、お世辞にも用紙に恵まれているとは言いがたかった。父は、マティルデを、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世の一人息子ルドルフ皇太子と結婚させようと格索したが、ルドルフは、マティルデを拒んで1881年に、ベルギー王女ステファニーをめとった。その後、こじれたザクセン王家と、オーストリア皇帝家との関係を改善すべく、マティルデと、 妹のマリア・ヨーゼファとフランツ・ヨーゼフ皇帝の弟、カール・ルート・ビヒ大公の二人の息子、フランツ・フェルディナント大公と夫を大公との間の二重の縁組が計画された。マリア・ヨーゼファと夫を大公の結婚は1886年に実現したものの、フランツ・フェルディナント大公はマティルデに興味を示さず、 ゾフィー・ホテク・伯爵夫人との帰戦結婚に走ったので、両家の関係は再びこじれた。マティルデは花婿候補たちに何度も拒絶されたことに、深く傷つき、意地悪で怒りっぽい性格になった。また惨めさを忘れるために、アルコールに手を出し、上流酒好きのマティルデと揶揄された。マティルデは、ザクセン王家の人々と、たびたび衝突して困らせ、結果として、 ザクセン王国の人々から最も嫌われる王族となってしまった。マティルデはアマチュア画家としての才能も示し、1890年から1901年までアルフレート・ディーテという画家に支持した。マティルデの作品のうち、ピルニッツ宮殿の風景や宮廷生活の様子を描いた何点かは版画として刷られたり、絵はがにされた。これらの売り上げは慈善事業に寄付された。 1933年に70歳で亡くなり、ドレスデンにあるカトリック宮廷教会の心霊病に葬られた。ウィキメディアコモ Commons には、マキルデ・フォンザクセンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。